はい、ということで今回は愛知県の北設楽郡東栄町の月神社さんに来ております。はい、見ての通り、本当に山の奥でございます。はい、でここのね月神社さんと言いますと花祭り神事が有名で、この花祭り神事は重要無形民俗文化財に登録されています。そして実は近くにね天竜川が流れているんですが、その天竜川の源が実は諏訪湖にあるということもね、ここで、水の神様、川の神様でもある、祓い戸狼、祓い戸神の瀬織津姫が祀られていることに関係しているんじゃないかと思います。で、今ね天竜川が長野、静岡、愛知を流れているけども実は全ての地域で天竜川と呼ばれているって書いたのは、あのね地域が違うと川の名前が変わるっていうのはよくあることです。日本で一番長い信濃川は信濃川と言われているのは新潟県で、その信濃、長野県では千曲川と呼ばれてますからね。なので全ての地域で天竜川と呼ばれることに何か意味があるんじゃないかというふうに思ってます。まさにそれがね瀬織姫につながることではないかなと、天の竜ですからね、じゃなかろうかと思っています。ということで、ちょっとねいつも大体、お願いしてるんですが、まあ、動画の下にね、説明欄、書いてます。長々と書いてるんでちょっとめんどくさいかもしれませんが、もし読んでいただけると、動画をねより楽しめるかもしれません。見た後に読んでいただいても、読んだ後に動画を見ていただいてもいいかなと思います。ということで月神社さんの鳥居の方に参りました。目の前にね大きな杉が3本立ってます。特に左の2本はね結の杉と言います。余韻の杉、今映ってる右の2本ですね。これはねまた非常に縁起のいいもの、結衣ですから結ぶ杉なので、カップルあるいはね、ご夫婦、こういった方がねより、お二人の縁を深めるためにはこの杉に、手をかざす、それでいいじゃないかなと思ってます。まあ私あんまりねご神木とかこういったものを手触れるのは良くないかなと、後世に残していかないといけない大切なものなので手をかざすっていうのがいいのかなというふうに個人的には思ってます。はい、ということで、月神社さん見ての通りね、大きな木が非常に多いところでございます。でこちらもね、私が行った時には、はい、ということで尺がなかったので、どうしてもね片手で、撮影機材持ってるんでこういう形になってますが、実際はね、撮影機材を置いて、参拝してるというような形に、まあ、お手をね手を清めてはいます。そしてこちらにね由来書がありました。この由来書を見ると一番上に瀬織姫というふうに書いてあります。そしてね瀬織姫以外にどの神様がいらっしゃるかというと、イザナギの御事と竹南方がいらっしゃいます。言うまでもなく竹南方は諏訪明神、諏訪大社のですね、ご祭神でございます。というところがやはり天竜川、瀬織姫、そして、諏訪明神、ここにね諏訪につながるんじゃないかなという気がしております。ということで、月神社さん今からね参拝したいと思います。まあ、実際参拝の時間はねあの随分後半、一番最後に今回はなっております。それまでにね、目の前に行って、月神社さんの目の前に行って、でその後ね、拙者末者、私大体拙者末者も極力ですね参拝するようにと思っておりますので、そちらの方もねご紹介して いければなというふうに思ってます。でね、先ほど言いました、花祭り、およそね700年ほどの歴史があるそうでございます。はい、で大体ねこの花祭りがあるのは、今メインになっているのはねこの奥三河といわれる、愛知県の東部なんですが、もともとはね静岡県とか、長野県にもあったそうです。ただ静岡県長野県のものは、今現在はほぼほぼもう形は痕跡がある程度のようです。あ、これね、あの左側に面白いことが書かれています。今見て左側に見えるものですね。はい、と一度ちゃんと挨拶をした上で、拙者末者の方を回りました。でこれ今左側に見えているこの真ん中に映っているこの木ですね、これが御神木でございます。はい、この杉ね後でもう一回来るんですが、樹齢がね350年ほどで、月神社さんにある杉の中でも一番、樹齢の長いものだそうです。そして、今私がね向かうところが祖霊社というところでございます。
祖霊社はね、大体神職の方のご先祖を祀っているところとか、言われますが、まあ、私は自分たちの先祖も祀っていただいているというふうな解釈をしております。まあ、実際そういうふうに言っているところもあるんですけどね。なので、ここの映像ではカットされてますが、実際はねこちらでもそれこそ1分以上ね、参拝、させていただいておりました。まあ、ここは動画上なので、ペコッと頭を下げて、終わってますけどね。はい、ということでもう一度下に降りてまいりまして、ご神木の前に帰ってきました。先ほど言いましたようにね、樹齢が350年ほどで、月神社さんにあるね大きな木の中でも、ひときわね、高くて、立派な木でございます。はい、ということでそれを見上げてちょっとね、気分悪くなっちゃったかもしれませんが、ぐるっと回って先ほど写しました月神社さん、ごめんなさい、由比の杉の方にね向かいたいと思ってます。でなかなかちょっと喋る時間がないんで、今ここで言いますと、先ほどのね花祭り、実はこれ今今日編集してるのが11月の26日、まあ25日からやってるんですけど、この月神社さんではね11月の22と23日で花祭り神事が行われております。この花祭り神事ね、鬼の面をかぶった、神事です。冬になるとね、我々の大切な神様、太陽の神、天照大神も含めてね力を失ってくるので、それをね力を最後こう何て言うんだろう、活力を、再度復活させるような、そういう意味もある神事だそうです。ということでこの由比の杉、ご夫婦でもね、カップルでもね、手は触れないようにするのが僕としてはとは思うんですが、手をかざすだけでもパワーがあるので、そして2人の絆をさらに深めていただければというふうに思います。ね、こういう形で真ん中にね生えてるんですね。はい、ということで2人の絆がこう強まるんじゃないかと思います。ということで再度私、月神社さんの方に上がりましてね、右手の方に行くとまた、神社があります。これはね正確に拙者末社というよりは、先ほどね、由来書に書いてありましたイザナギの御事と、千代姫ですね、こちらを祀っている神社さんがあります。で今ね後ろに2つ神社が写っているんですけど、左側に写っている方ですね、こちらの方が、宝明神という神社でございます。こちらの方にね、竹見な方が祀られているんじゃないかと思います。おそらく本殿の方にもね、千代姫と、千代姫じゃないですね、ごめんなさい、イザナギの御事とね、竹見な方祀られてると思うんですが、まあ、こちらにもねいらっしゃるのかなと思います。宝明神、宝神社と書いてありますね。はい、こちらの方でも実は本当結構時間取って、私参拝はさせていただいてるんですけど、動画では便宜上ねちょっと、はい、その辺はカットしております。はい、ということで、この後ね、千代姫という、ちょっとねかわいそうなね本当に実在した女性の、方でございます。しかも大村って書いてありますね。これはね、木曽義仲だったかなの家臣だった方の孫だそうです。孫ですね。でね、目の病気になって、それこそ目が見えなくなったらしいんですけどね。で、その方がちょっとこの山の中ですね、まあ、神様だったかな、関係あったかな、何か入っていって、当然目が見えないのでね、そこで、まあ、簡単に言えば遭難して亡くなってしまったということでね、大切に、まあ、地元の方がねこういう形で、まあ、かわいそうだったということで祀られているようです。千代姫を祀っている神社はね駐車場の左から、また上がったところもあるみたいなんですが、ちょっとねこの時は私ちょっと時間がなくてね行けなかったです。はい、ということで、この奥の方にもね、神社が2つあります。はい、特に奥の方はね、奥の方にある神社さん、これ面白いのがね、地域地域でどうもね、皆さん山の神様を祀っているそうです。じゃなかろうかと思います。Google マップで調べるとね、何々の山の神、何々の山の神ってあるんで、地域地域で山の神様を祀ってたように思います。で、そのね、ちょっと時間がないもんですから、ね、今先に言うんですが、そこのね、大山積みの神ですね、大山積み神社なんですけど、奥の神様はね、はい、その前にね、稲荷明神がございますので、こちらでも頭をペコリとしていきます。はい、でね、大山積み神社さんの方はね、
先ほど言いましたように地域で、山の神様を祀っているので何々組っていうふうに書いてあります。その地域の名前と組と書いて山の神と書いてあるんですけど、まあ、今回はねちょっとたまたまね、榊、この木ですね、これが枯れてたんですが、榊っていうのはね神社の神、神の横に木と書くんですよね、字として。これが非常に面白いなと私は思うんですが、この榊はね今特定の木のことを今榊と言ってますが、本来はですね地域によって神様に神社に備える木のことを榊と言ったそうで、まあ、地域によってねそれがクスノキであったりいろいろな木で違ったようです。それが今は特定の木のことを榊と言ってるようですね。はい、ということで実は大山積神社もしっかり、ね、参拝させていただいたんです。大山積神社さんはねいろいろな地域で実は金運の神様としてねすごくご神徳ご神が高いというふうに言われてるんでしっかりと参拝してきました。なのでねもしよろしければ画像を止めてでもね参拝していただければと思います。ということで、これからねもう一度神社の方に、月神社さんの方に戻ってね、しっかりと参拝したいと思っております。はい、この月神社さんね、先ほど言いましたけども主催神が瀬織姫でございます。あ、これねまたまた私以上ここに来まして頭だけ下げていきました。はい、瀬織姫でございます。で、先ほど言ったかなちょっと忘れちゃいましたけど、はい、ここのね宮司さんが、多分かなりね綺麗な心の綺麗な方なんだろうと思うんですが、由来書の中にね赤い心赤心というのが書いてあったと思います。で赤心というのをね調べてみると飾り気のない心ということで、非常にねまあそういうものを多分心がけておられる宮司さんなんだろうというふうに思います。ということでそのためだろうと思うんですが、ここのね、お賽銭を入れるところ、鏡があります。あとね、音と映像がずれてますけど、これ、怖いわけじゃないの。私が映ってるので、そうしてます。どうぞご参拝ください。はい、ということで、ご参拝いただけたでしょうか。動画もね、あと残りが、数十秒になってまいりました。ということでね、月神社さん、11月からね、地域によっては11月から1月、2月ぐらいまでね、花祭りというのがあるようです。まあ、今は今の時期なのでね、どうしてもね、地域だけの方ってとこもあるようなので、もし夜景色は調べて行ってみてください。では、次回の動画でまたお会いしましょう。失礼いたします。